おはようございまーす。いやー、たけてるね。今日は久々の未編集動画。あれ？あ、にしようかなーって思って、撮ってます。どうなることやら、ね。ちょっと、たけてて、パパーってなったら、この弱火してね、9分なんだよ。ね。で、今日はね、朝ごはんライブが、ないので、ちょっと、未編集動画でちょっとやってみようかなっていう、なんか、新たなる試みだよ。お分かり？ちょっと土曜日がね、今日木曜日、木曜日の朝なんだけれども、今は何時？ 6 時50分。6時50分だって、早起きさんだね。ちょっと朝起きて、今洗濯物予約して、ご飯を炊いているところです。で、今週のね、土曜日、多分みんなは今日なんだけど、今日のね、朝ごはんライブが今日できないので、ちょっと未編集動画でね、ちょっと、ライブ感を味わってもらおうかなーっていう、そんな、感じですよ。はい。だと9分でね、出来上がるってことなんで、今日はどうしようかなって思ってね、いろいろ冷凍庫漁ってたら、魚が結構あって、今ちょっと住所がね、映るものがあったから、多分、一瞬編集しました。結構あって、多分、ホッケ？これは、なんだろう、アジ？タイ？なんだろう、これがアジ？かな？なんか、アジでも食べるかっていう。そんな感じになりました。とね、お魚が半額だった時に、買ったんよな。よいしょ。いや。で、今日はこれを焼いて、ご飯食べるっていう、ただそれだけです。いやー、いいね。こういう朝ごはんがね、いいんだよね。ちょっとめっちゃ心配なんだけど、大丈夫かな？なんか、水気がなんか多い気がして、ちょっと心配ですが、まあいいでしょう。どうにかなる。さかなクンがどれぐらいだろう。ちょっと放置してくか。どれぐらいで焼けるかが微妙。とか、とにかくね、この洗い物をね、ちょっとどうにかするんよ、はじめに。もう、さすがに朝ごはん終わってからこれは嫌だよ。よいしょ。あー、冷たい。ちょっとごめんね、朝ごはんライブとか言いながら、もう、今日は、洗い物中心ですよ。これで、ちょっと、やる気失せますよ。こんなん朝からね、見たら。これはね、昨日の朝ごはんでしょ？お茶漬けして、で、昨日の夜ごはんだね。これお茶漬けした時のご飯のパックでしょ？これ、お漬物食べてって感じだったね。確か。そんなんが残ってるよ、もう。なんでも。ねえ、ちょっと洗い物今残してる人は一緒にやろうね、これ。もう料理の過程でね、もう洗い物がやっぱり一番ね、こう、やりたくないものなんだよね。やらないとさ、ダメだよなーっていうのでね、まあ、やってますよ。お、なんか、グツグツ感が収まってきたよ。大丈夫かな？なんか今日ちょっと水多かったかな？どうかな？なんか、お米何合だったか分かんなくて、3合やったっけっていうので3合ぐらい水入れたんけど、多分なんか、大丈夫なのかな？ちょっと不安なんだよね、そこがね。まあ失敗してもね、みんないるからいいでしょ？あ、失敗したーってね、なろう、みんな。ね、今日、本当に久しぶりだね、こういう。なんか、一人でくっちゃべって、いつもならね、みんなチャットでがね、チャットでこう盛り上げて、こう私それ見て、こう喋るっていう感じだから、喋りやすいんだけど、こうやって本当に、なんもないと、困るわ。ポン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 、そんな話す人ではない。まあ話すか。そこまででも、
なんかしらね、やっぱ話題があった方が楽しいしね。なんか、ないかな、朝。朝、まあ、とりあえず、洗い物頑張ろう。昨日のお茶漬けはね、もう本当に、海苔のお茶漬け。なんか、あれなんよね。もらったやつかな。なんかお茶漬けと、そう、ふりかけがね、あったの。今日、あ、ふりかけ食べる？ふりかけ食べよう。そう、今日ね、あの、ふりかけを昨日見つけて、そのもらったその、お茶漬けセットの中にお茶漬けだけじゃなくて、そのふりかけも入ってて、ふりかけあるじゃんって思ってね、ふりかけをちょっと、今日食べよう。よいしょ。今思い出した。あ、よかった。魚、ふりかけ、え、最高じゃん。ちょっと塩辛ものから塩辛も食べたい。で、あとは白菜のお漬物がね、あるから、白菜のお漬物食べて。この間ね、その、ちゃんちゃん焼き風のなんかを作った時に、その白菜がね、結構多くて、白菜が多いっていうか、他の野菜が多くて、白菜が全然入んなくて、その時に余らせたものでね、ちょっと、あれなんやね、漬物にしたんよ。漬物って言ってもなんか塩でやってもんで、もう簡単酢ベッて入れて終わり。なんかちょっと唐辛子とか入れればよかったなって後でちょっと思ったんだけど、まあ嫌な美味しかったから大丈夫。今日もまたいい感じに使ってんじゃないかな。どうなんだろう。おー、あ、ちょっと暖かくなってきた。今何分、あと何分だ。これ洗い終わったら、魚を焼き。あー、味噌汁。味噌汁作って、いっかも今日。お湯を、こう、注ぐタイプにしよう。だいたい朝はそうなるんだよね。夜はしっかりこうね、具とか入れてやるけど、もう今日もわかめ、乾燥わかめだけでいいよ。なんか、包丁とまな板使わないで、ご飯にしよう。それがいいよ。よいしょ。あ、めっちゃあったか。ちょっとあったかすぎても、なんか手がカピカピになって嫌なんだよな。よいしょ。温度調整難しいね。よいしょ。いや、懐かしいな、これ。未編集動画、最近はほら、未編集動画やるなら、ライブしちゃえっつんでライブするけど。今日の朝なんで未編集動画なのかって言って、まあもちろんね、その土曜日の朝の分を撮りたいっていうのもあるんだけど、今日の夜ね、もしかすると早く帰れる、早くっていうか、まあ仕事がね、そんな長引かないから、今日の夜にライブしようかなってちょっと思ってて、いや本当にね、やるかわかんないんだけど、あのできるかわかんないから、まあ予告はしないんだけど、ちょっと飲み会をね、みんなで金曜日も頑張ろうぜみたいな感じ、ビール1、2本くらい飲めたらなって思うよな。だから今日朝ライブやって夜もライブだと、なんかちょっとねなんかね、なんかちょっとアーカイブ残りすぎじゃない、ちょっと見るの大変よね、来られなかった子が。だからまあ朝、こう今日の朝こうやって未編集動画やっちゃえばいいかって思ってね、ちょっと早起きしたんだよね。はぁ、あ、早起きできてよかった。あ、待って、さっき洗濯、あ、えらい。ちゃんとこっちのタオルはある。さっき洗濯物したから、ないって思った。でもやっぱここは出てないね。これでいいか。よし、あ、よかった、できた。これで、あとはもう、楽々ショーでしょ。はい。あ、嘘。え、もう炊けたんだけど。早くない？大丈夫？ちょっと匂い嗅ぐ。一瞬開けて、水がちゃんとなんかなってるか、ちょっと確認する。行くよみんな。一瞬だからね。見てね、よくね。よっ、せーの。あ、じゅわってなってたよね、今ね。あのじゅわだと、ちょっと水があれだから、終わった瞬間にちょっと強火で、20秒ぐらい。はい、よっちゃん20秒だよ。はい、よっちゃんよろしく。はい。18、17、16、15、14、13、12、10、あ、ちょっと、今日まだストレッチも何もしてないから、ここでちょっと。
スクワットしてる。今何秒？あと5回ぐらいしたら終わりかな。3、4、5、あ、いや、もうちょっとだな。どれぐらいかな？もういいかな。よいしょ。うえ。はい。これで、いい感じになるはず。はい。ちょっと魚焼こう。魚はコストコのピチッとするやつで、で、サランラップを、なんか、まあ巻かなくてもいいと思うんだけど、巻いとくとなんか安心かなっていうね、感じで。いいね。何ですか？あ、フライパンです。これ入るかね？微妙。入れちゃえ。斜めにしたら入るべ。え、入んないかな。よいしょ。くっつかないホイルがもうすぐなくなる。よいしょ。お、入る入る。いいね。皮から焼くか。あ、皮からだとこう、反ってるから浮いちゃうね。まあ、こっちからでいくか。これで、こう先をね、ぶわっと、かけて、蒸し焼きっすよ。したらなんか、いい感じに焼けるから。よし。なんかすっごい回る。こうやって押さえて。よし。おー、いいね、いいね。オッケー、オッケー。これをなんかね、重曹で、なんか綺麗になるかもって言われたんよね。一応ね、ここだけはね、このね、この、あ、見えてないな。この、金だわしみたいなやつで、この色だったのが、この色になったんよね。どうにかいけっかね、と思いつつやってない。はい。あー。楽しみ。じゃあ、漬物と、あ、じゃあ、お湯を沸かし。あ、お湯沸かすのもなんかあれだな。いいや。この、レンジで沸かすスタイルにしよう。水だったらレンジで。こういう味噌汁、いいよ。楽だよ。よっ。まあ、2分くらいでいいかな。漬物と塩辛食べたいから。今日めっちゃ盛りだくさんじゃない？嬉しい。あ、でもそっか、魚もあるから、全部一緒にしちゃえばいいか。この平らなお皿にして、お魚乗せて、おしんこに塩辛。あ、もう完璧。洗い物少なくて済むよ。おー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 。今のウォーウォーは、なんか、いいね、ウォーウォーって感じのウォーウォー。え、どういうウォーウォー？何言ってんだよ。よいしょ。さあ。お漬物、塩辛。さっき洗ったばっかりの箸。いいんじゃないでしょうか。あ！これはいいね。昨日より使ってる感ある。よいしょ。魚もめっちゃバチバチいってる。いつもね、お米炊くときに、ショート動画、お米の炊き方撮ろうと思って忘れちゃうんだよ。今日も忘れた。あー！開いた。こんなもんかな。もうちょい少なめにしとくか。え、今日さ、でもさ、これさ、あれじゃない？いらなくない？ふりかけ。
ふりかけ欲しかったら、ふりかけ食べるか。ちょっと味見。おいしい。最高です。やっぱこの塩辛おいしい。あ、終わった。そしたら、お味噌。あ、この味噌まあまあ、まあでも普通の味噌の方がいいだろう。なんかこの間ね、ちゃんちゃん焼きした時の味噌だれが残ってて、そうだった、忘れてた。ちょっと今日味噌だれ使うか、夜。どうしようかな。今日の夜何しようかね。まだ何も決めてないんだけど。よし、たら、こいつをちょっと、簡単に洗い。はい。こいつで味噌、溶き。こんなもんかな。こんなもん？ちょっと濃そうだな。こんなもんだな。それから、よっ、お乳だね。うまいタレ。昨日なくなったんだ。ほら。すっかりさんだったよ。はい。よいしょ。あー、美味しい。この蓋のね、一番初めの蓋、これの舐めるんよ、いつも。はい。おー、しょいしょいしょい。あ、お魚いい香り。あ、待って、換気扇。忘れてた。ちょっと今つけた。大丈夫かな。わかめ入れて。こういう時に乾燥わかめが役立つんだよ。冷凍のネギとかあればいいんだけど、ないわ。もうちょい入れるか。結構入れた。よいしょ。いやー、いい朝ごはんになるな、こりゃ。あ、ちょうど良さげ。いいんじゃないでしょうかね。味噌固まってないかな。大丈夫そう。あー、よかったよかった。どうしようかなってちょっと思ってたんだけどね、今日の朝は。洗濯物して、二度寝かなって。よかった、二度寝しないで。よいしょ。おお、美味しそうじゃん。あ、嘘、割れた。ちょっとちょっと。あ、あー、よいー。いやー、美味しそう。いや、いいね、いいね。これ地元で焼くか。暇だね。どうする？なんかやらなきゃいけないことあったっけ？ないかな。じゃあちょっと、スクワットさせてください。あー、みんなもスクワットしよう。美味しそう。あー、香り届くかな？いい香りしますか？この香りを嗅いで、スクワット頑張ってください。よいしょ。もうだいたいね、ご飯のこういうちょっとした、休み時間待ち時間はスクワットするか、あと洗濯物がね、畳むやつがあったら畳むか、またこういうやつが、本来なら乾いてるんだよ。昨日の夜やってるはずだから。そういう時は、これを片付けたりとかね、してるよね。昨日開けた、うまいタレ。最近は料理酒もみりんも開けたな。この子がもうだいぶなくなってきたね。これ濃い醤油だね。だから急になんか紹介コーナーになった。もうしょっつるが全然なくなんないね。使わないと。なんかキッチン紹介もやらなきゃな。長い動画でやりたいんだけどね。ちょっとキッチン紹介ってどうやってするの？なんか紹介しておしまいでいいんかね。ちょっとよくわかんないんよね。結構いい具合な気がしてきたよ。よし。
あちち。あ、皮が結構、あ、あ、オッケーオッケー。たら、あー、はい。つつつるつつつるつ。はい、天才。なんか向きが気持ち悪いな。よいしょ。こうだね。いや、なんか気持ち悪い。まあいいだろう。食べやすい方向で食べよう。はい、できたよー、パッパラー。美味しそう。いや、こんな、やっぱね、朝、いやでもちょっとこの朝だからこれもいいけど、夜も好きなんだけどね。あ、待って待って待って、ご飯よそってなくない？ご飯よそってなくない？ちょっとやめてー。ちょっと電気消しちゃったよ。ちょっともうちょい換気扇つけとこう。ちょっと忘れてたさて、あっちいかな、あっちいな、いけるかな、あっちい、あっち、え、いけるかな。あっち諦めた。いくぞ、はいよ、はぁ。天才だよ。やっぱ最後のあれが効いたよ。ちょっとやっぱあの、最後強火は継続だな。あー、いい。あ、え、すっごい上手じゃん。ごめんね、ちょっと換気扇うるさいかもだけど。あー、やっば。そう、今日めっちゃ炊いてるのは、冷凍ご飯が全然ないから、冷凍ご飯作るためにね、ちょっといっぱい炊きました。よいー。昨日の夜ね、スープしか飲めてなくて、めっちゃ食べたいんだよ、朝。ちょ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 いー、あっちゃ。はい。はい、ふっくらご飯。あー！最高だね。これでいいんじゃないでしょうか。さあ、ああ、尻尾が折れた。でででで、塩辛、白菜、なんか最高、きっと味。はい。美味しく炊けたご飯に適当な味噌汁。まあ、これがまた最高なんよね。ということで、いただきます、しないと思いまーす。いただきまーす。あー、びっくりした。ピークタイムやると思ったでしょ。やりません。いや、食べよう食べよう。もう今日はね、ちょっとお仕事だからね、この後ピークタイムもやりたかったけど、もうさっさと食べて写真も撮る。もう写真も撮るよ。写真も撮ってちょっと食べよう、もりもりと、素早く。いや、でもそんな急ぎではないから、まだ時間はあるけど。あれ。おーい。調子悪いね。ずっと調子悪い。最近なんかね、黒くなるんよね。あ、お腹鳴った。今日パジャマ。この後ね、着替えるから、部屋着に着替えるのはちょっと、いいやと思って。あ、美味しそう。あ、この上から取るのもなんか味噌汁にフォークがぶっ刺さってるの面白いな。食べよう、いただきます。うーん、嬉しい。いい朝ごはんだ。ちょっと白米ご飯が好きなんだ私は。いただきます。うーん、端にほんのりついた魚の香りがいいアクセント。どんな歌。いや、これ本当になんか魚のね、香りがね、ほのかにするんだよ、この箸。さっき魚触ったじゃん。あ、やっぱね、美味しい。最後の強火がいいんだ。水の量平気かなってちょっと思ったけど、大丈夫だった。やっぱ3号だったね。はぁ、米が美味しいんだよな。
女子はちょっとだけ固めが好きなんね。まあ普通でいいんだけど、ちょっと固めだと好き。ん？もっと好き。ごめん。ちょっとしばらく白米。はあ。最高。ね、ちょっとスープをね、フォークがぶっ刺さってるから取って。なんで溶かしたまんまそのまま持ってきちゃったんだな。もう朝はいつも頭おかしいからね。おいしい。好きだ。この味噌汁が好きなんだよ。普通にね、うまいタレとお出汁も入れていいんだけどね。お出汁も入れていいんだけど、お出汁だ、なんかね、調整が難しいよね。うまいタレだけでどうにかしてる。うん。ふぅ、これ一杯分ってね、ちょっと難しいよね。うん。使ってますわ。わあ、大変よろしいと思います。もうご飯半分になっちゃった。早い。でちょっとね、お魚を食べましょう。手前から食べるかな。なんかやっぱこっちの方向な気がする。いつもなんかこんな気がするやん。ま、食べやすけりゃ何でもええわな。あー、ちょっと待って、これ香りがとんでもないね。美味しそうすぎて、もう、あ、嘘、よいしょ。おい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 、欲張りさんだな。食べちゃう。いただきます。うんふ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 ん、うんふんふん。また半額のお魚に出会いたい。そしたら冷凍してバッと取っておく。あ、でも夜のおつまみにしてもよかったかも。うわ、まあ、食べたかったら夜もお魚食べればいいか。どうしようかね、本当に夜ご飯。朝ごはんを食べながら夜ごはんを考えるって大丈夫かな。もう食べることしか考えてないな。いや、でもほんと今日の夜はみんなに会えるといいな。本当にどうにか頑張ろう。なんかいける気がする。いけないかな。本当はね、昨日できたらよかったんだけどね。水曜の夜ライブは結構あるから、ちょっとダメだったな。うん、おいしい。この血合いのところも好きなんだよね、お魚。うん、よいしょ。おお、魚食べると黙っちゃうんだよな。骨取ったり身取ったりするのにさ、集中しちゃうよね。おお、あー、いい朝だな。やっぱ朝からこうやって食べれたらさ、もうその日は大成功ってことで、夜ご飯ライブもできたらもっと大成功だな、こりゃ。よいしょ。こんだけ朝食べれば平気だろ。だいたい私昼ご飯食べないからね。いつかも言ったと思うんだけど、朝食べて燃費がいいよな。朝食べて夜はあんま食べず、あ、違う違う、昼はあんま食べず、食べてもグミかな。
グミも食べ。でね、間違えてラーメンとか食べちゃう時もあるんだよね。ラーメン食べちゃった時は、もう夜はね、昨日みたいにスープだけとかなんだよ。うん、美味しい。昨日は、あれだよ。スーパーで、スーパーでなんかグラタンとなんかスパゲッティのセットがあって、美味しそうすぎて買ってしまったんよね。あれは買うよ。だってめっちゃ美味しそうだもん。あ、私、魚の皮も食べるタイプ。今びっくりした？ごめん。うん。めっちゃ、魚のヒレあった。あ、落ちた。うん、おいおいおい。なかなか離れてくれな。私の指が好きなのかな。あ、良いね、この、あ、柔らかい、ヒレのところのお肉。今日塩辛も食べたいな。今日はみんなどんなスタイルで動画見てんだろう。ご飯一緒に食べてる人いるかね。ご飯一緒に食べてる人、はーい。わからんな。何時に流そうかな。やっぱ朝ごはんライブスタイルだから朝に流した方がいいかね。悩ましいな。夜の方がでも見やすいかな。うわ、美味しい。なんだここ。うん。なんかもうちょっと食べる気がするな、ここ。よいしょ。まあ、いっか。あ、でもちょっと食べたいな。ちょ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 。食べる食べる。骨とかしゃぶるのがね、好きなんだよね。ちょっと手使わせてもらいます。わーい、やったー。ちょっとお手拭き、お手拭き。いいね、朝だね。こう朝起きた時にね、魚の焼いてる匂いしたらもう最高なんだよね。よくうちはサンマをね、秋のサンマを父が朝から炭火炊いてね、焼くよね、庭で。もうあの香りで起きるときはもう最高に幸せ。なんか魚型の魚焼くやつがあって、それに挟んでこう焼くんだよね。美味しいよね。ああいうのが食べたい。むずいな。なんかもうご飯なくなるな。どうしよう。一回するか。救急車。朝から大変だ。大丈夫かな。いやでも焼き魚はね、アジとかも好きだけどさ、サバも好きだけど、やっぱホッケなんよな。ホッケがね、大好き。居酒屋行ったらホッケ絶対頼むもん。よいしょ、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 よいしょ。
おお、いいね。もう脇についたね、骨をうまくこうかわすのがね。うん、ここの部分この細かい骨がねあるよね。おいしい。ずっと黙って食べていい？ダメだよね。もう笑う。先生の。わかめちょっといい量だったな。もうちょい多め食ってもよかったな。なんか普通の量。なんかもうちょっとわかめダクダクがよかった。乾燥わかめってわかんないんだよな。でもね、乾燥キクラゲやった時はまだあるけど、あれの増え方は異常だよ。ちょっと怖かったもん。あ、キクラゲ今日食べる？ね。どうしようかな。うん、ほんだ、スープもまだ残ってるわ。白菜と、生姜のスープをね、一昨日作ったんだな。で、それを昨日の夜また飲んで、まだ残ってるわ。忘れてた。え、どうする？今日飲むか。いや、でも夜、でもお酒飲むときスープいらないんだよね。なんで今声裏返った？よいしょ。あ、折れた、いい感じに。こっちはなんか骨がそこまで、あ、ここだよ。出た、ここいつも忘れる、ここの骨。リリリリリ、この細かな骨くんたち、君たちにいつもやられるんですよ。よいしょ、よいしょ、取れたこういう細かなね骨くんたちがいるんよね、ここにね。大丈夫そう。うん、おいしい。やばい、この魚でこのご飯がもう終わりそうだ。やっぱおかわりしようね。おかわりした方が絶対いいと思う。今日は、うん、おかず継ぎ動画も撮っていつも通りやってみようかな。どうしよっかな。やっぱ朝、まあ今日のライブできたらみんなに聞けばいいか、いつアップしてほしいか。夜が良ければね、夜にして。よし、おかわり。また大盛り。なんか偏ってるね。まあいいだろう。はあ、こしや。またご飯だけで食べちゃう。塩からもおかわりしたいな。いや、さすがにでも。ふりかけは明日のご飯にしようね。ご飯冷凍して明日の分はなんか どうしようかな。なんか最近さ、本当朝起きれないからさ、どうにかしてね、こう朝ご飯を楽に済ませるっていう
ことをしたいから、ちょっと味付けご飯にして、それだけでどうにか済むようにしておくもいいなって今思って、今日せっかく朝早起きしたからね、なんかちょっとできることをねいっぱいやっておきたいよね。あ、でも今日早く帰れたらちょっとやって、でも夜ライブしたいしな、夜ライブちょっと早めにやってその後やるかって、今こうやって話してるけどね絶対実現しない気がしてきたな、やる前はめっちゃやる気あんだよ。でもみんなに会いたいな、土曜日会えないしな、この大きな骨たちを避けつつ身を取る。はい、いいね、上手だよ。ほい、ほいほいほい。うん。で、ここの皮をひょいっとやりたい。ひょい。ひょい。よし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 。このね、見て、ビッグフォーがいるんだよ。しゃぶっちゃおう。うん。うまっ。骨のあるとこっておいしいんじゃないな。こんなもんかな。よいしょ。塩辛もええな。で、この薄皮っぽいね、なんかところどうにかもうしゃぶろ。ちょっと待って、ご飯食べてからね。これだよ、ここが美味しいんだよね。うん、骨食べてきた。あ、やっぱ早起きすればこんだけご飯ちゃんと食べれるんだよ。もう分かってる？やっぱ寒いんじゃん、暖房つけてもね、やっぱ布団が一番なんだよね。冬って永遠に眠い気がする。何なんだろう、人間も冬眠が必要なんかな。必要だと思う。でもご飯は食べたいしね。うん。おいしい。もうディズニーランドのさ、あのお肉あるじゃん、あれとかね、ビッグサンダーマウンテン乗ってる時永遠にしゃぶってるもん、あの骨。ビッグサンダー並んでて、うわ肉なんかめっちゃしゃぶってる人おると思ったら、それ多分私。よいしょ。うーん、いい朝じゃ。あとはちょっと白菜と塩、あ待って、全然映ってなくない、白菜と塩からちょっと教えてよ。いや、こっちをちょっと下げた方がいいか。こうだな。うわ、あ、こうか。申し訳なさすぎる。気づいてなかった。うん。おいしい。卵かけご飯したいな、さすがに。さすがにか。ふりかけは明日、卵かけご飯はあさってしようね。そうしよう、そうしよう。
食べたいものをね先延ばしにするとあれ食べようってなってね頑張れるからね。ちょっとちょうどフォークがあるからフォークでこの塩辛くんの、うわなんかさかなクンがついてる、さかなクンのヒレがヒレよからくん、あ、むずいこれちょっとこっち側でよいしょ、あ、いいね、あ、うそうそあ、いやいやいや、あ、全然ダメ、このもっとせり上がってるところで取るか、このこうじくんが美味しいから食べたいんだけど、あ、来た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 、うん、いいんじゃないでしょうか。またご飯と味噌汁でねもりもり食べて終わろう。このなんだろう未編集動画のこのなんかこう黙って食べるのがね久しぶりな気がするんだけど、みんなはどうかな。あー懐かしいなーって前までは、ね、お仕事が忙しくなる前はあれだよね、火曜日と木曜日は長い動画、違う違う違う、月曜日と金曜日だ、月曜日と金曜日が長い動画のオープニングとかがついてる長い動画で、火曜日と木曜日がショート動画で、で、水曜日が未編集動画だったの。ねえ、覚えてる？で、あ、なんか違ったかな？忘れちゃった。でもなんかそんな感じだったね。あれ？違うの？日曜日だっけ？あれ忘れた？でもなんか間っこに未編集動画入れてた気がする。そう、それでやってたから、そういうなんかルーティーンでね、動画やってて。で最近は編集動画やるんだったらライブした方がなんかいい気がするっつって、それからライブするようになって、で、あのショート動画をねこうどんどん出すようになって、長い動画を撮らなくなってっていう、そんな感じだよね。長い動画やりてー編集にね時間がかかるんだよね。だからそのもうちょい後になって3月4月もやっぱね、4、5、6がやっぱね、いいんだよ。一番。4、5、6で、ね、できるか。またちょっと、来年度、またそんな感じになって、なるんじゃないかな。どうなんだろうな。ちょっとつかめないけど。でも、いつかはあのルーティンに戻したいんだよね。ちょっと応援してて。どうにか。シローの独り言を復活させたい。あと、初めはあの長い動画も台本でやってたんだけど、その、料理のね、ところは、でも、その、ショート動画が台本だから、長い動画はね、台本じゃなくても、その、料理してるところを見ながら私が喋るっていう、そういう感じにね、して、あれ好きなんだよね、結構やるの楽しい。最近はね、ショート動画でもね、台本、あのなしのとかやってる。でもなしだと NG が多くてねこれ入んなかったりとかね、あれもう終わっちゃったみたいな時とかあって、あれもでもあれはあれでねいいよな。ちょっとこれ残ってるな。この残りカスみたいのがねまた美味しいんだよねまあちょっとこの動画を
いつあげるかは今日の夜ライブができたらね、みんなに相談しよう。できるかね。うん、ごちそうさまでした。うん、美味しすぎた。え、ちょっと待って、なんかちょっと違いが。うん、良いですね。また救急車だ。なんか多いな。大丈夫かな。なんかもうコロナも増えて、もうようわからん。飲み会も全くないから、もう外でもご飯食べないし、もう自炊自炊ですよ。またちょっと頑張ります。はい。こんな感じで、ちょっと久々の未編集動画、どうだったでしょうか。ちょっとね、朝か夜か、ちょっといつあげるかちょっとわかりませんが、まだみんなに今日聞けたらね、聞きたいと思います。今日って木曜日ね。はい、じゃあそんな感じで。着替えたくない。終わろう。よし、頑張るぞ。ごちそうさまでした。いやー、魚ってやっぱいいね。もう美味しいね。ずっと食べられる。夜ホッケ食べるか悩みどこだね。スーパー何もなかったらちょっとホッケ食べてなんかビールでいいかな。なんかね、もう疲れてるから。ということで、今回の動画もありがとうございました。さあ、ご飯こんな感じでね、今日早起き大成功だからね、こういう風にちょっとのんびり食べられましたと。さ、1時間くらいかな、そんなかかってないか、でも1時間くらいか、かかりましたが、この後はちょっと予約してたね、洗濯物干して、着替えてシュッシャーっていう感じで、行きたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。おそらく片付け動画の方が、公式 LINE の方に上がるかと思いますのでね、ぜひ、そちらの方も確認してみてください。公式 LINE の URL は概要欄にありますんでね、そちらもぜひご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。バイバイ。デンデレンボンボンビンボン。